はい、皆さんこんにちは。 Google ワークスペースペシャリストカスタマーエンジニアの白川です。本日は AI クラシフィケーションの、ラベルの付け方、それから、初期設定の方法についてご説明をさせていただきます。でまずですね、管理者の方は Google ワークスペースの管理コンソールでラベルと、調べていただくと、このようにですね、Google ドライブのアイコンの横にラベルとついたもの、こちらにアクセスすることができます。でこちらでですね、ラベルを管理というですね、リンクがございますので、そちらをクリックしていただくと、新しいラベルを構成することができます。この中にですね、標準ラベルというものがございまして、こちらが非常に見分けがしやすいものになりますので、こちらを使うのが推奨になります。で私の環境では制限付き、機密、内部、公開という4つのですね、ラベルがついたですね、ファイルの機密性というものをですね、事前に作っています。こちらまだない方はですね、最初に、構築するところから始めて、こちらを作成するところから始めていただければと思います。はい。でバッジラベルというものですね。バッジラベル、これが非常に見やすいのでおすすめです。でバッジラベルの説明が、設定ができましたら、なんですね、データ分類、アクセスとデータ管理のですね、データ分類というところに移動していただいて、先ほど作ったですね、バッジラベル、ファイルの機密性というものと、あとトレーニング用のラベルというのを作成します。今、トレーニングラベルを作成というのを押しますと、右側にあるファイルの機密性というものの、トレーニングという括弧で囲われたものができました。でこちらを使ってですね、ファイルをですね、トレーニングして、それをモデルに反映していくという流れになります。はい、まずはこちらの設定が必要になります。でこのトレーニングラベルですね、構築する過程でこのファイルは機密だよとかですね、このファイルは内部だよっていうのをですね、人の手でまず最初は設定していただく必要がありますので、こちらを設定していただける方を今のように権限を追加していただく必要がございます。で権限を追加していただいたら、トレーニングを有効化するというボタンを押します。この時点では特に何の変更も走りませんので、特に気をつける必要はございません。でですね、こちらを使いますと、こちらの AI モデルの詳細という画面が、に遷移することができまして、ここに書いてある通りですね、今回4つのバッジラベルがあるものなんですけども、こちらの1つのラベルごとに100個のファイルをですね、トレーニングする必要がありますよというのがですね、こっちに書いてあります。ですので、こちらを使ってですね、まずはそのファイル、各ラベルごとにですね、100個以上のファイルをトレーニングしていく、ラベルをつけて手動でまずトレーニングラベルをつけるという作業がですね、次の作業になっていきます。で大体ですね、こちらをラベルを設定してから、2週間ぐらいでファイルが認識されます。でどのようにラベルをつけるのかというのをですね、最初にこちらでお見せしたいと思います。で注意点としてですね、学習させるファイルは500字以上、こちらがですね、ラベルの条件になっておりますので、あまり短すぎない、少なすぎないファイルというのを選択してください文字数がですね。でファイルのラベルというのを、今押していただきますと、先ほど指定したトレーニングラベルというのが出てきますので、こちらでですね、あこのファイルは内部だな、このファイルは機密だなと、制限付きだなっていうのをですね、手動で、まずは入れていただければと思います。まあ、最初はですね、この非常にこのラベルをつける作業大変なんですけども、一度やってしまえばあとは自動で分類ができますので、非常にですね、その後の管理運用は楽になります。であとですね、最初にこの設定するトレーニングラベルがモデルの質を左右しますので、こちらをですね、慎重にまず、ラベル付けというのをやっていただければと思います。